こんにちは、クロネタです。ゼルダの伝説、夢を見る島、続きをプレイしていきたいと思いまーす。さあ、前回ボスを倒しまして、こちらのね、海ゆりのベルというのをゲットいたしました。いやー、相当疲れました。収録時間1時間超えてましたからね。まあ自分が謎解き気づくのが遅れてしまったのが原因なんですけどね。で、その後動画外の方でいろいろとやってます。爆弾をまたね30個買ってきたり、あとは最近手に入れたこのスコップとか、あとはこれだね、前回手に入れたペガサスの靴、こういうのを使って今まで取れなかったアイテムとか取り逃してきたアイテムは大体集めてきました。おかげでね、今ハートは8個で、かけらは1個集まってる状態になってます。まあ、今後ね、こういう動画外でまた何度も行かなきゃいけない場所とか、取り逃したアイテムとかたくさん出てくると思うんで、まあ、そういうのはすべて動画外でなるべくやっておこうかなと思ってます。なんか重要アイテムを取りそうになった時はね、取らずに戻ってこようかななんて考えてます。で、今回なんですけども、次の目的地を目指そうと思っております。でね、一応ウルレア爺さんにヒントをもらったんですが、次行く砂漠なんですけども、どうやら南東の方角にあるそうなんですよね。で、いろいろと地図見てみたんですけども、はい、こちら、ええ、絶対ここだよね。絶対これ砂漠だよね。あとこれ多分マリオシリーズに出てくるサンボっていう敵キャラだと思うんだ。で、サンボって言ったら砂漠なんで、まあほぼ間違いないって感じですね。ただここへ行くためのルートがよくわからないんですけど、まあとりあえずこの前に行った城の下あたりかな、まあ、ここまで向かってみたいと思っております。では行ってみましょう。さあ、よし。さあ、ここら辺がね、怪しいと思うんですよね。うん、ここら辺がね、敵めっちゃいんな、多いな。これ投げてくる？あ、さすがに届かないか。これは動物の村、あれ、なんか血が巻き、いいつん、お前。あ、でね、これ動画外で気づいたんですけども、こういう木にタックルするとこれ買い替えてものリンゴ取れるんですよ。いや、これ素晴らしい。なんかいるんだけど、よし、いた、食らっちゃった。よし、OK。 あ、手と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 手、あれ、あ、なるほど、これ、あー、はい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 、地下を通って向こうに行ける感じか。あ、 OK。 あー、敵いるじゃん。俺この魚ちょっと苦手なんだよね。無理に戦うのやめとこう。これ全部壊したらなんか出てくるかな。おい、行って、せい、あ、違う、そっちじゃない、よっ、あ、何もねえか、あの魚ほっとこうか。よし、おっと、またなんかいるな。とりあえずこっち側には来れたけども、もうちょい先、おっと、ハートのかけらんじゃん、取れねえわ。ちょっとなんかビリビリしてるやつ多くない？うっ、ちょっとかーん。ちょっとこいつはほっといて、アルピー取りたいな。邪魔だな、ちょっと。よし、多分あれは接近攻撃とかは向いてないと思うんだ。ここって掘ったらなんか出てくる？あ、ハート、いいですね。結構ね、こういうところ掘るだけでも面白いんですよね、最近。とりあえず爆弾にセットしときますか。あれ、これなんだ？動物の村にようこそ。あれ、なんかまた別のとこ来たな。動物もしかして、あ、話せる。ああ、こんだけにはやっぱあれだよな、あれなんだ、あれって変な BGM 流れてますけど、
ちょっとあそこのハートのかけら取れないかな。あ、こっちから行けるか。ここからあっと抜けれない？どっか抜けれる道ねえかな。あれ、ちょっと難しそうだね。ちょっとここの村を探索してみましょうか。まずはここはなんだ？おお、クマか。でけえな。はいほー、おめえさん、そいつは、お、ひょっとすると蜂の巣じゃねえか。ちょうど蜂蜜切らせたんだ。パイナップルと交換 しねえか。お、いいよ。やった、パイナップルと取り替えた。酸っぱいけど美味しい、美味しいけど酸っぱい。おうおう、ヤーナ砂漠ね、知ってるで。お、本当に？この村の南に入り口があるんだが、でかいセイウチが道を塞いでんだ。え？あいつは一度寝ちまうとずーっと動かねえしな。そう、マリンちゃん連れてきな。あの子の歌で起こしちまえよ。え？できるの？びっくり飛び起きるぜきっと。へっへっへ。マジで？今日マリンちゃんの横からスタートしたんですけど。え、また戻るのこれ。こいつはなんか知ってる？最近怪物が増えちゃって名部の村に行けなくってさ。あー、マリンちゃん元気かな。あ、知り合いなんだ。これは、あ、何もできないか。なんか壊せそうだけどな。爆弾上に投げるとか。あ、ちょ、危ね。あ、違う。なんでしょうね。こいつは何か知ってるか？動物村と名部の村は指名提携都市なんだ。都市っていうほどじゃないけどね。関係ないけど名部の村に夢の祠ってのがあるでしょ。あ、あったね。ある確かな筋の話じゃ、あ、バツバツバツが置いてあるんだってさ。ほんとかな。え、何バツバツバツって。なんかいいアイテムあんのか。なんか今変な鳴き声したな。うにゃ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 。それでこれ壊しますね。なんか今変な声したけどな。うにゃ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 って。何もないのかい。あそこ怪しいな。ちょっと失礼して。あぶねっ。あー、爆弾関係ないな。じゃあこっちはどうだい。ウサギだ。乙女部屋を訪れる時のエチケットをご存じないの？クリスティーヌって書いてある。お花くらいいただければお話しする気にもなるんですけど。そう、ハイビスカスが好きですの私の場合。あー、これわらしべイベントだな。ハイビスカスか、まだ持ってないか。じゃあまた後々か。これマリンちゃんの元に戻ってもいいんだけど、やっぱ村がいろいろと気になるね。ちょっと全部見て回っとこうかな。お、え、ワニ？あ、これの浜辺にいたワニの、あの、兄かな。え、ミーが有名な芸術家、シュール・ドナピッチザンス。入り江の人魚像もミーの自信作ザンス。実はあの像訳ありで未完成なんざます。ほっほ、ミーの芸術は難しすぎてあんたには無理ざんすね。失礼だな。おお、これを書いてるのか。話す？いやん、これ裸なの。これ裸というか、あ、生きてるのね。あはあ、びっくりしたびっくりした。話すって何かと思ったわ。アイテムは特に何もないか。いい情報持ってねえな。じゃあ一旦南の方に行ってみよう。セイウチが寝てるとか言ってたね。あ、これワープできるやつだ。あれちょっと起動しておきたいな。よいしょ。でかっ。このマイクとどうなる。おうおう、あ、これマリンちゃんかな。おきねえな。さいっ。
ダメだね。オッケー。じゃあここに連れてくればいいのか。ヤンナ砂漠入り口、こっちか。あ、これこっちから行けば取れんじゃないの。よいしょ。うおー、ハートのかけらー、来ました。2つ目です。で、今さ、ひび割れあったよね。見逃しませんよ。ここ入り口あるね。さっ、ドカーン、テトテトテトトテン。お、これは落としちゃって、これでいけるか。わあ、え、あー、こっちからはいけない。あ、あそこにハートのかけら。これどっか違うところに入り口あるな。うーむ、これもまた後々こういうのが多いんだよね、このゲーム。あ、でもあそこに入り口あるね。あのメット邪魔だな。ちょっとどうにかできないかい。うい、あ、違う、こんな感じ。よし、あ、テトテトテトトテン、穴も開きました。一石二鳥で、ここだ。このコウモリ嫌い。おっとっとっと、よしよしよし。あれ、こっちから行けない。まさかこうか。あ、違う。さっ、あれ違うの。あれ、押せないもんね。ありゃ、これ現状取れないのか。なんだよ結局取れないのか。まあいいや、じゃあまた後々ここは訪れましょう。で、ここだ。これを起動すればワープできる。あ、でね、結構いろんな場所で取ったんですよ。この貝殻の館のとことかね、マーサの入り江っていうところとか。とりあえずここに飛びましょう。わっ、すごい便利なんだよね。はい、到着。で、このまま村に行って、よいしょ。おい、さあ、邪魔。さあ、マリンちゃんさっき会ったばっかだね。また来たよ。あれ、いない。ちょっとなんでこういう大事な時にいないのさ。家にいるかな。マリンちゃん、あれ、いない。あの親父もいね。あれ、どこ行った。こういう時はウルリラじいちゃん。なんか知ってるかい。ウルリラじゃあ、島の南東にあるヤーナ砂漠にアングラの鍵というものがある。あ、これは聞いたよ。おう、あれ、マリンちゃんの居場所は知らない。なんだよ、使えないあれ、いつもここでね、あの話しかけると歌ってくれるんだけど、ちょっと捜索します。いた。なんでここいんのよあら、クロネタ、ここよくわかったわね。少し私とお話ししない。あー、いいけど。何この急展開。このヤシの実は一体どこから来るのかな。海の向こうには何もないってダリンは言ってたけど、あ、タリンだった。きっと何かがあるって私信じてるの。クロネタを見つけた時私ドキドキしたわ。あら、この人は海の向こうから何かを告げに来たんだって。こっち見た。すごい見た。あー、そっぽ向いたよ。
チラッと見たね。今チラッとこっち見たよ。私がカモメだったらずっと遠くへ飛んでいくのに、いろんなところへ行っていろんな人たちと歌うの。風の魚に祈れば私のお願い叶うのかしら。あ、また見たよ。ちょっともうキスしろ。あ、また見たよ。ねえ、このネタちゃんと聞いてる？あ、聞いてますよ。聞いてる聞いてる、もちろん。あ、見つめた。あ、そんなすぐ目離すなよ。いつか黒ネタのふるさとに行ってみたいな。なんてね、ふふふ。え、セイウチさんが今一緒に行く。待って待って、急にセイウチの話切り出したの？ムードってものがないな、ちょっと。やった、マリンをお借りした。待って、持ち上げるな。チャンス。ちょっと待って、ちょっと待って、ツッコミどころが多いよ。あんだけなんかロマンチックな話してんのに、急にあのセイウチをどかしてほしいんだみたいな感じで喋ったってことでしょ。もうちょいムードを考えなさい。そして持ち上げるな。まあとりあえずついてくるようになったので、またセイウチのところに戻りますか。別にね、恋愛シミュレーションゲームじゃないですけど、さすがにあれは男としてダメだと思うんですよね。みんなはこういう大人になっちゃダメですよ、ね、緑の帽子をかぶってさ、こっちじゃねえや。ね、人の話を無視してさ、そういうムードをさ気にしないようなことしちゃダメですよ。若干足遅くない？これ走ったらどうなる？あ、はい、置いてきぼりになっちゃう。到着。さあ、セイウチのとこまで行きましょう。てってー。あ、マリちゃんだ。それだけ？なんかもうちょいないの？さて、こっちだよね。よし、お金大事ですよ。てててて。てってーてってれてて。さあ、セイウチ。あら、いけないセイウチさんね。ちょっとびっくりさせちゃおうか。おう、頼む。びっくりさせる？大丈夫？背中から言ったけど。あははは、寝起きのいい子ね。え、そういう問題じゃなくない？あれ、私を呼んでる？きっといつものあれね、ふふふ。なんだ？私、動物村行ってるわ。クロネタもさ、あ、きっと寄ってね。はい、寄りますよ。あいつ大丈夫か？背中から言ったけど。え、ちょっと気になるな、あれ？砂漠の方に行く予定だったんだけどな。ちょっとちょっと、おお、歌ってる。ああ、歌に聞き惚れて。ああ、みんな聞き惚れてるね。お前なんだこれ、どこの鳥だこれ。あ、ごめん邪魔しちゃった。私ね、よくこの村にも歌いに来てるの。みんな風の魚の歌が一番のお気に入りみたいね。黒ネタは何が好きかしら。君が歌う曲なら何でも好きだよ、ね、こういうこと言える男になりましょうね。さあ、とりあえず目的地行きましょうか。てて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 て、やーな砂漠。これは持てない。あー、3本いるわ。よし、回転切り強い。あいって、なんだこれ。あれ、障害物か。ワッツーワッツーワッツー。よし、なんかいろいろと怪しいな。これ爆弾で壊せるとか。うん、ずれた。で、
ではなさそうだけど、試しに。危ね。あー、ダメだね。数多いな。せ、あ、間違えた。あ、いたいた、危ない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 。これ持てないか。あー、いろいろと道あるな。ゆっくり行きたいな。せい、よし、ハートゲット。こっちはなんかありそうですよ。気になりますよ。あ、なるほど、秘密の貝殻か。たくさん集めていいものもらおう。結構ね、集めてるんですよね。あ、一応ね、5個持ってったらハートの器だったかな、ゲットいたしました。やはりいろいろとアイテムくれるみたいですね。あれ、夢が覚めたら泡になる。魔物もみんな泡になる。だから魔物をは邪魔をする。目覚めの死者の邪魔をする。あ、だから襲ってきてるってこと。ちょっといろいろ気になるよ。下はなんだ。これ、前にいたカリンじゃねえのか。ハートが出るだけ。何このサービスエリア。なんかいた。あいつか。こいつだ。あ、で、ここに爆弾があるね。てとてとてととて。爆弾があるじゃない。ひび割れがありましたと。おーっと、マジでゲットします。ハートの鍵を手に入れた。あと1個のはず。あ、順調ですね。ただなんだここのエリア。これがあるだけにしてはちょっと分かりやすすぎるというか、ちょっと気になりますけど。やばそうだね。これ入っていいの。あ、動こう動こう。邪魔、邪魔ゲジ。あ、技、違う、目障りゲジ。ゲジっていうのが口癖か。何？あ、うわわわわわわ、気持ち悪い。どこが弱点だ。あ、ちょっと待って、どう。あ、なるほど、で、ここに来ちゃうと。危ね。なるほどね。あそこに落ちないようにダメージを与えていけと、そういうことか。なるほど、理解した。これ体力リセットされてる。ドゥル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 。頭だねこれね。ドゥル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 。2、3回殴るのがやっとかな。はっ、一応回転切りはなんか2倍ぐらい威力があるみたいなんだけど、これどうなんだろう。3回叩けた方が得っぽい気がするけどな。 OK、 これで倒したかな。よし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 、鍵ゲット。待って、あ、ちょっと待って。あ、でもここにある、親切。来た、アングラの鍵を手に入れた。これで次、危ね、次のダンジョン入れるね。よし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 。ちょっとあの先にも道があったな、気になるな。さすがにもう復活しないよね。大丈夫だね。で、ここに繋がるってだけか。これを押せないか。いろいろと掘りたくなるところはあるけど、まあそこら辺も後々にしましょうか。お、これは袋か。取ってきたぞ、鍵を。遠くない？ほほほほ。その鍵は滝を登りゆく魚を表しておるの。
ほう、山の滝へ向かうのじゃ。水が上り詰めたならあた飛び降りるだけじゃて。ほほほほ。え、どこだそれは。ちょっと待てよ。で、ここが砂漠だよね。で、動物村。え、どこだ。あ、ここか。ここだな。これどうやって行けばいい？こっちからかな。あれだ、ワンワンが連れ去られていた洞窟の方から上に行くって感じか。あ、そういえばこのダンペ、なんか頼み事があるって言われて全然やってなかったな。次回それやってもいいかもな。でもまあダンジョン攻略を先にやってみたい感じですかね。うん。これマリンちゃんはどうなってるんだ。あのセイウチもどうなったのか知りたいけどね。あ、まだ歌ってるわ。じゃあちょっと今回は短めかもしれませんが、ここで一旦終わっときましょうか。ね、マリンちゃんの歌を聴きながらお別れしたいと思います。というわけで今回はここまで。次回は4つ目のダンジョン攻略をやっていきたいと思います。それまでにまた爆弾とか色々と買っておきます。では、皆様、ぜひ次回も見に来てください。ご視聴ありがとうございました。